映しるんですの初期の製品群、右一番上と二つ目が初代、その左隣が二代目の映しるんですはい映しるんですは、富士フィルムが1986年7月1日より販売開始したレンズ付きフィルムの登録商標で同ジャンルのパイオニア的製品である。世界ではクイックスナップの商品名で販売されている。別冊宝島には1986年のサブカル。 流行の一つとして紹介されている。2012年11月以降、デジタルカメラやカメラ付き携帯電話の普及などにより、大幅な生産縮小が行われた。2020年現在は、シンプルエイスの1タイプのみが継続して、生産、販売されている。スリム戦自販機開発当初、ネーミング案として、フィルマー、カメルム、パッドリくん、西アザブ、うつるんです、チョンパット。 という名前が候補に挙がっていた。この中の映るんですとルンルン気分とを合わせ、最終的にルンをカタカナ表記としたうつしるんですという名前に決定した。初代モデルはメカ好きの男性をターゲットとしたフォトジャック、若者向けを意識したピッコ、写真フィルムのパッケージ風のデザインのスーパー HR100 のパッケージデザインが異なる3タイプが同時に発売された。 結果的には、スーパー HR100 が他に対して圧倒的な売り上げを記録し、以後のモデルのパッケージデザインは、スーパー HR100 が基本となった。2017年現在使用されている、写しルンデスのロゴは3代目である。初代ロゴは、シャルンデスと誤読されることを防ぐため、写しの文字にルビが振られていた。1980年代まで常用される、 カラーネガフィルムの感度は400までで、800はラインナップにはなく、1600は粒子が荒い特殊用途用といった位置づけであった。富士フィルムは、映しルンデスで撮影された写真から失敗写真の原因を調査し、感度800のフィルムで撮影されていたなら救えたで、アローコマが一定の割合で存在することを把握。感度400のフィルムと比べて、遜色なく、 映しルンデスの固定露出にもこらえ、粒子荒れが少なくラティテュードの広い感度800のフィルムを映しルンデス専用として開発し、1993年4月にそれを装填した映しルンデススーパー800として発売した。スーパー800は発売されるや、いなや写真業界史でフィルム新開発の情報を知ったプロカメラマンたちにより暗室で、 映しルンデスを分解して装填フィルムを巻き取り、パトローネを取り出して、通常の一眼レフカメラに詰めるという変われ方をした。1993年後半から1994年前半の報道写真には、このフィルムを用いて撮られたものがある。これを見て、富士フィルムはフィルム単体で商品化することに踏み切り、1994年9月、 スーパー GACE800 として発売した。このフィルムはその後も日本雑誌協会の大相撲取材の指定フィルムとされるなど人知れず活躍した。その後も富士フィルムは写しルンデスでの使用を念頭に置いた常用利用を前提とした粒子荒れの少ない ISO 感度1600のフィルムを開発するなどしている。オリオンから写しルンデスをもじったラムネ菓子 ショクベルンデスハイが発売されている。ウツシルンデスの景品に採用されたこともある。その他パロディ的名称は数多い。初代のウツシルンデスから7月1日に新製品が発売されることが多く、社内では7月1日をウツシルンデスの日と呼んでいる。夏の8月がウツシルンデスの最需要期ということも踏まえているという、ありがとうございます。